東誠は中国語漢末期から三国時代の食官の政治家。字は旧正。父は唐和。孫は唐弘氏。三国史職書に独立したつてがある。勝負元年、劉備が皇帝に即位して、劉禅を皇太子に立てると、その側近として抜擢された。健康元年、劉禅の即位後は、公文次郎に任じられた。検挙を5年。 諸葛亮は北伐に先立って上層した水死表の中で、非、閣有のとともに、党員の名を挙げ、政治の規範、利害を侵略し、進み出て、中原を尽くすのは彼らの役目です。宮中の事柄はすべて彼らにご相談くださいなどと述べた。ついで、諸葛亮は非を三軍にしたいと要請したため、代わりに、党員が、自中、古本中郎将に昇進し、 この衛兵の指揮を任された。木は、北伐の全員となり、また、閣勇これもおとなしい性格であったため、還元するのはもっぱら、当院の役割となった。竜禅は常々、美人を選び高級を満たしたいと望んでいたが、当院は、古代にあっては、天使の皇妃の数は12人に過ぎません。今、救助は、すでに揃っているので、増やすのは適当ではありませんと主張し、 あくまで承知しなかった。このため、龍禅はさらに、党員をはばかるようになった。県境13年、昭和益州市氏に任命されると日、党員にその地位を譲ろうとしたが、党員はこれを誇示した。龍禅は成長するに従い、孔明を長愛するようになったが、党員から厳しくいさめられている。このため、党員存命中において、孔明は、校門 進むの地位に止まり、悪事を働くことはできなかった。炎広六6年、保国将軍を、加官された。翌年、時中、守る省所令に任命され、大将軍であった日の時間となった。炎広九9年に死去した。当院の没後、劉然をいめこう明の戦争を防ぐ人物は、現れず、劉然は亡くなった当院を日に日にうとましく思うようになった。後に、 公明は政治を労談して国を滅ぼすに至ったため、諸区の人々で当院を追悟しない者はいなかったという、露州市公用区に墓所がある。某被はすでに失われ森土の実が残っている。諸区の人々は諸葛亮、非、小、当院を四 a または四小と呼んだ。かつて父の党和は当院と被のどちらが優れているか判断しかねていた。ある時、 巨星のこの葬儀に当院と日が一緒に参列することになった。当和が粗末な馬車を用意したところ、当院は嫌な顔をした。画費は平然としていた。当和は二人の優劣が今日になって、ようやく分かったと言ったという。日は少書礼になると、朝夕に政務を収め、その間に品格に応接し、飲食しながら遊びむれ、娯楽を尽くしながらも仕事を怠らなかった。 その後、当院は日の公認の少書例となり、日を真似ようとしたが、10日の間に政務が停滞してしまった。当院は人間の能力というものは、これほどまでに差があるのかと嘆いたという。ある時、キや子はタルトの宴会に行こうとしたところ、年少で官位の低い東海が当院の下を訪れた。東海が恐縮して帰ろうとすると、当院は、せっかく参られた、君を捨ておいて、 単なる友人との宴会に赴くなど考えられようか、と言い、外出を中止した。性質は君子をもってなし修行ゆきのりがあると、評されたという。この名は不詳。三国史では、父がつてを立てられている場合、この自責は、父のつてに付載されるのが通例だが、当院は、父の当話とは別につてが立てられている。注釈をつけた、は、陳氏や陸光を例に、 この処置に疑問を呈しており、当院の自責が当和を了駕するからであろうか、としている。春秋節では、天使の日は十二人、諸侯の日は九人と述べている。三国士、公妃伝も参照。陳寿は、この、当院の態度を、公認の自中である陳氏と比較し、上に君を強制し、下に、公明を咎めたと評している。当院伝の中に引く、歌謡国士、 三国志、秘伝、三国志、秘伝の中に引く、秘別伝、ハット AB、歌謡国史、ありがとうございます。